はいどうもこんにちは、こんばんは、しふです。今回は OBS のバージョン 29.0 で知っておきたい新機能と修正点参戦という内容で解説していきます。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。OBS をバージョン 29.0 にアップデートしないと新機能を確認できないですし、やり方がわからない人もいると思うので、最初にアップデート方法を解説していきます。まずは OBS をアップデートすることで何らかの不具合が発生する可能性もないとは言えないので、万が一のために OBS の画面左上に表示されている現在のバージョンの数字をメモしておいてください。現在のバージョンの数字をメモできたら、 OBS の画面上にあるヘルプをクリックして更新を確認をクリックしましょう。するとアップデートの通知画面が表示されるので、今すぐ更新をクリックしてください。次にお使いの PC によってはこのような画面が表示されるので、表示された場合ははいをクリックしてください。すると自動的にアップデートが行われるので、しばらく待ちましょう。アップデートが完了するとこのような画面が表示されるので、ランチ OBS をクリックしてください。しばらく待つと OBS が自動的に起動します。ちなみに英文でアップデート情報が表示されますが、閉じるをクリックして画面を閉じるようにしてください。これでアップデートは以上になりますが、 OBS をアップデートすることで何らかの不具合が発生する可能性もないとは言いません。その時は一番最初にメモしたバージョンの数字を参考にして OBS のダウングレードを行い、アップデート前の状態に戻すようにしてください。説明欄に OBS のダウングレード方法を解説した動画リンクを記載しておくので、もしもの時には参考にしてみてください。ここからは OBS のバージョン 29.0 の新機能と重要な修正点について詳しく解説していきます。ちなみにアップデート情報を全て解説するのは無理がありますし、重要度が低いアップデート情報もあるので、今回は特に知っておくべき新機能と重要な修正点のみ解説していきます。細かいアップデート内容が知りたい人は、説明欄に OBS 公式のアップデート情報ページのリンクを記載しておくので、そちらから詳細情報をチェックしてみてください。それではアップデート内容を解説しますが、前回のアップデートと比べると今回は目立ったアップデートは少ないです。特に知っておくべき新機能と重要な修正点の概要を先に言わせてもらうと、新しく音声フィルターが2つ追加された、 Mac でも HDR 映像を録画配信ができるようになったかもしれない、リプレイバッファのメモリ制限が変更された、これら3つの新機能と重要な修正点があるので、それぞれ詳しく解説していきます。まずは新しい音声フィルターが2つ追加されたということですが、個人的には今回のバージョン 29.0 のアップデートで一番注目するべき新機能と言っていいですね。今回は例としてマイクを使用して解説しますが、まずは音声ミキサーの欄にあるマイクの縦3点マークをクリックしてフィルターをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、画面左下のプラスをクリックすると、3バンドイコライザーとアップワードコンプレッサーという新しい音声フィルターが追加されています。まずは3バンドイコライザーから解説しますが、これはハイやミドル、ローという3つの音域を調整できるイコライザーのような機能となっています。この機能を活用すれば今以上にマイク音声を聞き取りやすくできたり、安いマイクでもしっかりと低音の効いたいい音質で録画や配信ができるので非常におすすめです。実際に設定を行ってどのように変化するのか確認してみてください。次にアップワードコンプレッサーですが、これは識位置よりも小さい音が入ってきた時に設定した比率によって音量を押し上げてくれる機能となっています。例えばボソボソとした小さい声で話したとしても、その声の音量を押し上げてくれるので聞き取りやすくなる効果がありますね。ただ実際に設定して音声を確認してみましたが、かなり音質が悪くなってしまうので、個人的にはこの機能はあまりおすすめしないです。以前からあったコンプレッサーの出力原因を活用した方が音質的にはマシな印象ですね。コンプレッサーの出力原因を活用して小さい声を押し上げる方法は、説明欄に記載しているマイク設定方法の動画内で解説しているので、気になる人はチェックしてみてください。次に Mac でも HDR 映像を録画や配信ができるようになったかもしれないということですが、 OBS 公式のアップデート情報を確認してみると、 P010 および HDR を含む MacOS でのネイティブ HEVC およびプロレスエンコーダのサポートを追加という記述がありました。実は HDR 映像の録画や配信はバージョン 28.0 以降から行えるようになったのですが、その時は Windows しか対応していませんでした。しかし今回の情報を確認する限り、 Mac でも HDR 映像の録画や配信が行えるようになったかもしれないです。
ちょっと自分は Windows の PC しか持っていないので今回の件は検証することができなかったのですが、実際に HDR 映像を録画や配信する方法を解説した動画をすでに投稿しています。説明欄にそれぞれの方法を解説した動画リンクを記載しておくので、 Mac を使用していて HDR に興味があるという人は実際に設定して HDR 映像を録画や配信できるのか確認してみてください。そしてできたのであればコメントで情報共有していただけると助かります。次にリプレイバッファのメモリ制限が変更されたということについて解説しますが、そもそもリプレイバッファがわからない人のために簡単に解説すると、時間を遡って録画できる機能がリプレイバッファとなっています。見どころがあった時に必要な分だけを動画にできるので、 HDD や SSD の容量を節約できたり、不要な動画を削除する手間が省けるメリットがあるんですよね。このリプレイバッファを使う場合は PC に搭載されているメモリを使用して処理を行うのですが、以前までは 16GB のメモリを搭載していても 32GB のメモリを搭載していても 8GB までしか使用できませんでした。なので遡って保存できる動画時間に限りがあったんですよね。ただ今回のアップデートで PC に搭載されているメモリの 75% まで設定できるようになったので、 16GB 以上のメモリが搭載されている PC を使用しているのであれば、リプレイバッファで録画できる動画時間が以前と比べて大きく伸びました。リプレイバッファを活用している人からするとかなりありがたいアップデートとなっているので、実際に確認してみてください。ちなみにリプレイバッファを活用するための設定方法を解説した動画を今後作成する予定です。投稿された場合は説明欄に動画リンクを記載しておくので、リプレイバッファのやり方が気になる人はチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信で使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。